その来年で上映開始20周年を迎え、公演回数1800回を超える予定。まあ、ただね、何ですかね、浩市さんが初演の時からあんま変わってないっていう、そう、すごいですよね。ほんと変わってないじゃない。いや、ほんとずっとこのキラキラとした王子様のような感じのままというのはすごいですけども、さあ今回浩市さんと上田さん、2003年以来のショックでの共演なんですけども、その当時少しやつやった上田さんに浩市さん驚いたことがあったんですって。開演してて音楽流れてる時に「よし、っていう子たちだったんですよね。はい、でもね、ザニーさんそういうの意外と怒んないんですよ。なんかね、そのちょっとずれてるジャイさん好きなんですよね。だから分かってたんじゃないですか、大人になるともう全然変わるって。そうですか、その時からそういうもう風に見てたんですよ、ジャニーさんは。もう俺はもうあの時こいつは人生で失敗すればいいのに腹黒男光一がですね、腹黒男光一思ってたわけなんですよ。確かに上田さんよくね、ギリギリで生きていたって言ってましたからね。その集合時間よく言ったんですよ、ギリギリで生きていたいからって。さあ歌だけどね、今もちょっと薄さ長いんですけど、ミュージカルエンドレスショックル、来年2月より上演でございます。さあ続いては今年活躍した女性を表彰するイベントから珍しい組み合わせのお二人が登場です。